今日はチョコボールの金のエンゼルを当てよう企画、まあチョコボールで言えば第2弾で2話目です。今日も約束通り10個買ってきました。今回は金のエンゼルが絶対出るわ出るわ絶対買います。なのでまあ今日も袋から開封して開けてみたいと思います。じゃあ開封したいと思います。とりあえず袋を開けたので開封していきたいと思います。まず1個目ドン、あれない、あ残ってるよ。では2個目ドン、勢いで開けても出んのかな。じゃあゆっくり開けてみようか。ドン、3個目。ゆっくりよ、出んのな、早いんかな。ちょっと最速でいきましょう。あれくっつきもしみたい。これくっつく、せーどん、あれ、あ銀のエンゼル、あわかった、最速でやれば出るかな。まあいいや、銀のエンゼル出ましたよ。4個目で5個目、じゃあ最速でいきましょう。あれでん、最速じゃないんかな、ちょっとね、バカじゃん。最速でやる私なんてちょっとバカだった。ドン、ないよ、一個だけか、あすいません、せーの、1,2,3,4,5,6,7、8個目、ドン、ない、9個、あ間違えた、9個目、ドン、はい、最後の1個、10個目。最速でやってみようか、ゆっくりやってみようか。せーの、あ、すいませんと。おー、やったー、2個出た、2個出た、10個で2個出た。昨日の分も取り返せた。というわけで、2個出ました。今日は10個買って2個だったので昨日の分も取り返せたと思います。なのでまた次第3弾も金のエンゼルを当てる前どんなに何年かけてもします。また見てね、バイバーイ。うーん、じゃあこれも出てないけ最速でやってみましょうか。ちょっとこれでできなかったな、ちょっと分かってない。せーの、ドン！でんよな。じゃ、次ゆっくり。せーの、ドン！って、見てないやんか！見ろ、ちゃんと！せーの、ドン！で、やっぱバカですね。バカです。